トイレのブラシなんですよ。これ実は熱に非常に弱いんですよ。変形しちゃったりするんですよ。できるだけこうかがまないで薪ストーブを使えるようにするっていう。こんにちは、松本です。今回なんですけども、薪ストーブの周辺ギアについてお話ししたいと思います。なんかうちのカメラマンちゃんが薪ストーブを始めたいらしくて、どういったものがあるのか質問が来たんで聞いていきたいと思います。何が聞きたい感じ？薪ストーブ買おうと思ってるんですけど、薪ストーブ使うってなった時に最低限必要なものとかって何ですか？あ、最低限ね、最初に買わなきゃいけないもの、じゃあ一緒に見ていきましょう。最低限必要なものっていう話だったんですけど、僕にとってはまあ全部最低限なんで、あんまりそういうジャンル分けっていうのはできないんですけど、まあまず火を扱う上で必要になってくるものっていうのがこちらです。まず耐熱グローブ、これはマウントスミさんから売られてる、耐熱グローブなんですけど、ただの軍手とは違うんですよ。っていうのも、これ分かりますかね、このここまで長いんですよ。腕の半分ぐらいまでこう伸びてくれて、服とか燃えるのをガードしてくれるんですよ。軍手とかだとここまでしかないんですよ、大体。だけどこの耐熱グローブは、まあ、ここまで伸びてくれるんで、火をいじるときに袖とかが燃えにくい、守ってくれる手袋になってます。でしかもこれすごい高温の温度でも耐えることができるグローブなんで、直接燃えてる薪とかをちょっとチョンって触ることもできます。なんでこの耐熱グローブすごいおすすめです。次なんですけど、この火バサミ、こういうトングみたいな火バサミもあるんですけど、何が違うかっていうと長さが違うんですよ。火力が強い時の薪ストーブをいじる時に、こういう短いもの、30センチに満たないものを使っちゃうとめちゃくちゃ熱いんですよ。でこっちの50センチぐらいあった方がやっぱり火から離れてコントロールできるんで、だいぶ安心感はあるんですよ。うちはマウントスミさんの薪ストーブ使ってるんで、マウントスミさんの火バサミも使ってるんですけど、これ中くらいの長さなんですよ。でさっきの50センチのやつよりは短いんですけど、これぐらいの差があるんですけど、これ何がいいかっていうと、こうギザギザに刃がなってて、こうすごい薪をこう挟みやすいんですね。それがめちゃくちゃ気に入って買いました。ただ掴みやすい分離れてくれないんですよ。だけどまあこれはこれで使いやすいんで、僕は気に入って使ってます。あとこの木質のグリップの部分ですね、これがちょっとおしゃれでかっこいいかなっていうのはあります。こっちがベルモントさんの皮膚希望なんですけど、こんな感じで伸びて、こんな感じでフーフーするんですよ。ポイントで風を送ってくれるんで、灰が散らばらないんですよ。薪ストーブみたいに灰が結構満載してるところに内輪とかで仰いじゃうと灰が舞っちゃうんで、最初の火起こしの時ですね、もしくは置き火になってその上に薪を置いて再点火する時、こういう皮膚希望があると便利です。これもやっぱり長い方が便利です。近すぎると顔が熱くなるんで、ある程度距離を持って拭いてあげた方が火起こしがうまくできるかなっていう感じです。続いて掃除用具、これは使い終わった後のメンテナンスですね。これをどんなものを使ってメンテナンスしていくか、掃除していくかっていう話なんですけども、まずですね、僕の中では絶対必要だなって思ってるのがこのスパッタシート、これですね。これ何かっていうと、耐熱性あるシリコン素材なんですよ。これはゼンキャンプスさんの耐熱シートなんですけど、薪ストーブに溜まった灰やすすをこういうスコップで僕はこうすくって取るんですよ。ですす入れ代わりでこういうファイアピットを僕使ってるんですけど、直接こう入れてもいいんですけど、こういうスパッタシートに一回こう出してあげて、最後これをまとめてこう捨ててあげるっていう感じの方が僕は楽なんでやってます。このスパッタシート、これ結構薪棚とかキャンプに持ってこない人、この上に薪を置いとけば下の地面の湿気を吸わないし、薪ストーブの熱で薪が乾くと、より乾燥するといういい使い方もあるんで、まあ1枚薪ストーブの下に引いとくと結構便利だと思います。で今お話ししたこちらファイヤーピット兼火消し壺、ここオープンすると空気口がオープンになってファイヤーピットにもなるし、クローズして炭を入れて蓋をすると、
そうすると空気が酸素がなくなって酸欠状態になって火が勝手に消えていくっていう、まあ火消し壺代わりにもなる。キャンプ場さんはだいたい炭捨て場っていうのが完備されてるところが多いんですけど、野営地とかだとどうしても炭捨て場っていうのがなくて各自持ち帰ってくださいっていう場所が多いので、まあこういう火消し壺あったらすごく便利です。やっぱりビニール袋とかで持ち帰っちゃうと炭なんで水をかけないと熱を持って溶けて穴が開いちゃって持ち帰れないだったり、まあ普通にこれだったら家に帰る頃にはもう冷めて燃えるゴミで出せるんで、まあ一つあると便利です。ホームセンターでも手に入れますし、Amazon とかでも手に入れることができます。まあ、概要欄にこの辺は貼っときます。で続いてですね、こういうスコップですね、ちょっと角度がついてるもの、こういうとこはちょっと狭いとことかに入っていきやすいスコップになってるんですよ。なのでまあこういうスコップとかもちょっとありかなっていう感じです。で続いてこれなんだかわかります？これハケなんですけど、こっちはホームセンターで売ってるシマウマの尻尾ですねの毛なんですよ。でこっちは草ですね、足の草だっけな。これ何に使うかっていうと、薪ストーブの狭いその隙間とかに入り込んだホコリとか灰とかをこうかき出すんですね。もう本当にこれ細かい毛なんでどこまでも入っててくれるんで、すごく出てくるんですよ、灰が止めどなく出てくるんですよ。なんでこういうのおすすめです。すごくおすすめです。ちなみにこれ動物性の毛の方がいいです。プラスチック系のやつだとすぐ溶けちゃうんで、動物性の毛の方がおすすめです。続いてこれですね、ガラスクリーナー。これは何に使うかっていうと、これタオルですね。手ぬぐいとかタオルとか雑巾とか、もういらなくなった雑巾とか何でもいいんですけど、まあこういうのにちょっと出して、で、それでこうガラスを磨いてあげると。そうするとガラスが透明に戻ります。結構頑固なタールとかも落としてくれるんで、僕の中では推しです。続いて、薪ストーブといえば煙突。で、この煙突掃除っていうのがめちゃくちゃ大事です。炉内っていうのはある程度汚れてても火はつくんですけど、煙突のこのスパークアレスターの、この丸いポチポチですね。この部分がすすなどで塞がってしまうと、非常にドラフト効果が弱くなって、薪ストーブの燃えが悪くなります。なので、これは必ず毎回使った後、お手入れが必要となってきます。何で手入れすればいいのっていうと、こちらですね。煙突用掃除ブラシです。これ金属のワイヤーなんですけど、こいつをこの中に入れてあげて、で、さっきのスパッタシートですね、の上にこう出してあげる。そうすると、黒いすすみたいなのが出てきます。こんな感じで、すすが溜まってくると、このスパークアレスター、出口の部分ですね。煙の出口の部分から、このすすが大量に目詰まりを起こして、ドラフトが効かなくなるという現象が起きます。なので、このブラシを使ってメンテナンスしてあげることが毎回必要になってきます。もし連泊する場合でしたら、2泊で1回掃除してあげた方がいいと思います。1泊だとなかなかつまらないんですけど、2泊ぐらい連続で使うとかなり目詰まりが起きてきます。で、3泊する方は2泊目で必ず一旦煙突を外して掃除するのがおすすめです。で、このスパークアレスターがついてるこのトップの部分ですね。ここ蓋になってるんですよ。これ、ここでスパーンって切れてるんで、奥の天井が届かないんですよ。なので、これです。僕のおすすめ。トイレのブラシなんですよ、これ実は。僕の知り合いの女性の方が教えてくれたんですけど、トイレのブラシがめちゃめちゃウルトラフィットするんですよ。で、こんな感じで、すごい出てくるんですね。で、綺麗に取ってくれると。ちょっとでもすすが残ってると、すすの特性上、すすってこう、ちっちゃい粒だったとしても、わって蜘蛛の巣のように広がるんですよ。冷えると。で、そのまま固まるんですよ。なので、すす取りっていうのは結構まめにやった方がいいです。この金属ブラシもおすすめなんですけど、僕的には、こっちのトイレブラシですね。概要欄に貼っときますんで、気になる方はこれでチェックしてみてください。続いてですね、これは以前もちょっと説明したんですけど、煙突ポートがついていないテントですねに対して薪ストーブを使うときは、必ずこういう45度のエルボー、こういうのが必要になってくる場合があります。そしてこの膜にこの煙突が直接干渉しないように空間を取ってくれる煙突ガードっていうものを
これが必要になってきます。今ここにチャックがあるんですね。こういうチャックとかファスナーっていうのは熱に非常に弱いんですよ。変形しちゃったりするんですよ。だから煙突にピタッとつけちゃうと溶けます。だからそういうのを守ったり、この膜本体ですね、この布を焦がさないようにこの煙突ガードっていうのを使用します。この45度にする理由っていうのは、薪ストーブをぺったり膜にくっつけちゃうと膜がどうしてもどうやっても焦げます。なので少しだけ膜から離してあげて使いたい時に、こういう45度のエルボー、もしくは90度のエルボーっていうのが必要になってきます。必ずこの曲げた分の倍の長さ上に伸ばしてあげてください。1対2の割合で伸ばしてあげてください。必ず曲げた部分から1、2って数えて2個煙突を追加したら上に4つという感じになってます。続いてなんですけども、僕の中でこういうのあったらさらに薪ストーブ楽しくなるよ、便利になるよっていうものを紹介していきたいと思います。まずこちらエコファンのファンなんですよ。これストーブに乗せるだけで熱の力を利用してモーターが動くっていうシステムです。 Amazon とかで結構安いものとかもう売ってるんですけど、あれ気をつけてください。350度以上の温度になるとモーターが壊れます。なのでちゃんと耐熱温度っていうのを450度以下とか採用しているモーターを選ぶことが大事になります。僕このエコファンを使ってるんですけども、今のところ一回もショートしたことはありません。昨日の夜もくる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 結構回ってくれて、温風を対流しないように送風してくれました。まあ、こんなのもおすすめです。でこれですね、このバッグなんですけど、これはウィークエンドさんのロールトップタイプのマルチバッグなんですけど、こんな感じでですね、薪ストーブの中に入らなくてしまえないものっていうのをこの中に入れることができます。まあその他にもピザブロックだったりピザピールだったりを収納することもできます。さっきのスパッタシートなんかもしまうことができます。薪ストーブに関する付属品みたいなものをまあこの中に入れていくと、まあサイズがこれ一番大きいタイプに僕は入れてます。ブルーシートみたいな生地ですね。かなり頑丈な引き裂き強度の強い生地になってます。しまいたいときはくるくるっとロールしてあげて、ここで止めてあげると、でこんな感じで持ち運びができるんで、こういう薪ストーブ使わない人でも非常用の水入れとかにもできるんで、災害時にも使えます。続いてなんですけど、このテーブルですね。オービルさんのテーブルなんですけど、今薪ストーブの足代わりにしてます。できるだけこうかがまないで薪ストーブを使えるようにするっていうこのテーブルですね。アルミテーブルで非常に軽い1キロぐらいの重さです。高さっていうのが24センチありまして、底板が 1.5 センチでプラスこの薪ストーブの足の土台の部分、このプラスをして27、8センチの高さで、ちょっとだけこう高さの底上げっていうのをしてあげて薪ストーブを使っています。今これそのままテーブルに直接薪ストーブを置いてるんですけど、ここに1枚スパッタシート、これをかませてあげるとより安定感が増します。マウントスミさんのオーラをお使いの方は本体の重さっていうのが20キロあるんで、安定感はすごいあるんですけど、まあ一応ここツルツルしてるんでスパッタシート1枚かけてあげて安定感を出してっていう使い方がおすすめです。ありがとうございました。だいぶ参考になりました。はい。薪ストーブ何買うか分かんないけど、まあとりあえずこういうのあったらいいよっていうのはちょっと優先順位は後回しにして、まあ最低限必要なものとメンテナンス道具っていうのは絶対先に揃えておいた方がいいと思います。薪ストーブっていうのは鉄製のものだったりステンレス製のものだったりチタン製があるんですけど、まあ鉄製の薪ストーブをお使いの方は特に排火器だったり煙突掃除だったりこまめにやった方が、錆とか汚れとかですね、焼け落ちたり劣化などを防ぐためにメンテナンスっていうのはきっちりやった方がいいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしております。それではまた次回。